おもちゃニュース。全国のビーダマンファンのみんな、お久しぶりだな。マスター堀川だ。今日は俺からビーダマンの最新作ライジングドラシアンを紹介するぜ。ついについにあのドラシアンがエンブレムチャージで超進化したんだ。こいつの E チャージシステムはすごいんだぜ。なんと4つのエンブレムでエンブレムチャージができるんだ。まず1つ目はアームパーツのエンブレムだ。握ることでパワーがアップするぞ。そして2つ目はこのレッグパーツだ。足の部分のエンブレムを下に押すことでさらにパワーアップするんだぜ。そしてなんといってもこのライジングコア、ラバーパーツで回転をかけてより強力なドライブショットが打てるんだ。見てくれ、このライジングドラシアンのスーパードライブショット、超迫力ですごいだろ。そしてなんとこのライジングドラシアンをもっとパワーアップさせるパーツもあるんだ。その名もマグナムアーム。これを装着してマグナムアームにビー玉を入れることによりさらにパワーアップすることができるんだ。マグナムアームのエンブレムレバーを引くとパワーが上がるんだぜ。このマグナムライジングドラシアンのパワーショットはこんなにも強いんだぜ。ライジングドラシアンマグナムアームは2013年3月中旬発売予定。ライジングドラシアンとマグナムアームがそれぞれクリアバージョンになったドラシアンバージョンアップセットも同時発売予定だ。そしてなんとビーダマンに新バトル登場。対戦型ホッケーバトルメテオボンバー対戦セットも同時発売予定。全国のビーダマンファンのみんな、このライジングドラシアンでかっこよくドライブショットを決めてくれ。それじゃあまたな、バイビー。